オンライン美術教材、濃淡が生み出す奥行きの空間、空気遠近法。絵画初心者の方、造形を楽しむすべての方にお送りします。今回は絵の中に奥行きを表現するための高等テクニック、空気遠近法について、鉛筆での表現を通して迫っていきます。はじめに光と影で描く。光と影の表現は立体感を生み出すもの。形の自然さや陰影を意識して手を描いていきます。自然な形にとることができ、光と影を表現しました。しかし、何かしっくりこない感じがします。どういうところでしょうか？自然な空間はもっともっと奥ゆかしいものです。その1、横並びの箱。遠くのものは小さく、近くのものは大きく見える。私たちはこのことを経験的に知っています。そのことを踏まえて、同じ大きさの箱を2つ描きます。こちら、線だけで描かれた箱。最低限、箱が2つあることが表現されています。光と影で立体感を加えます。少し立体的になりました。さて、この2つの箱の前後の関係はどのように感じますか？この2つの箱は横並びでしょうか？横並びですね。では、別のこの2つの箱は横並びでしょうか？要素を追加。ここまでで、この2つの箱、サイズは同じですが、最初の箱にはなかった仕掛けが3つあります。1、明暗のコントラストの異なり。空間を分かつ要素の存在。3、ディティールの見え方の違い。まだ横並びでしょうか？次は左右を変えて試していってみましょう。どのように感じたでしょうか？その2、奥へと続く空間。ここからもう少し現実感のあるオブジェクトを配置して、空間を前後に広げてみましょう。
ここまでで2つの箱、サイズは同じですが、先ほどの箱にはなかった仕掛けがさらに加わりました。サイコロは手のひらサイズ、椅子はそれより大きいという先入観です。新たな要素もあって、同じ位置にあった箱がどんどんと離れていきます。明暗のコントラストの違い、空間を分かつ要素、ディティールの見え方の違い、先入観。あらゆる手を使って空間を前後に広げます。何よりも描きながら空間がそこにあると信じて想像することが大切です。何事も遠くのものは比較的均一に見え、近くのものはドラマチックに感じられます。このことを利用し、遠くは中間色、グレーの色味で表現し、近くのものほど白から黒まで色幅をふんだんに用いて迫ります。すべて物の形はそれを包む空気の形でもあります。一つの物体の中にも距離感を意識できると、あらゆる場所に空間が現れます。箱は横並びでしょうか。はじめの箱からも世界をつなげていきましょう。では、この世界はここまで。空気の色は普段感じられませんが、遠くを見渡せばそれを感じられる機会があります。平面の中に空間を作るには、見えた光を描くだけでは時に不十分です。山の景色には誰しもが広大な空間を感じることでしょう。この時に感じるような広大な空間感、これを日常の小さなモデルに対しても感じて表現するだけの感性を持てると理想です。その3、手の空間を描く。実体をつかむための物事の見方として、鳥の目、虫の目という言い方があります。鳥のように高いところから、遠いところから全体を客観的に捉える見方。これは形を取るときにも、色を見るときにも必要です。同時に虫の目も必要です。虫から見れば、私たちの手は観音様の手のような広大な空間を持っています。では、ここから空間を作っていきましょう。
遠くに見える指はコントラストを抑えていきます。決してぼやかすとか描かないというわけではありません。色幅に統一感を持たせて迫っていきます。手前の方はよりいろいろな情報を発見し、コントラストも強めたままで描いていきます。細部と全体を同時に見て進めていくことが大切です。練習すれば必ず徐々にできるようになっていきます。忘れてはいけないのは、遠くのものと近くのものの2種類ではなく、すべて連続している空間であるということです。知識ではなく、あくまでも実体は、モデルを見ることですべて知ることができるということです。